それでは参りましょう作品名は見守りボックスですお願いいたしますそれではただいまご紹介預かりました通り見守りボックスというタイトルで和歌山大学の竹内太郎が発表させていただきますどうぞよろしくお願いいたします今回の発表はこのような流れでさせていただきたいと考えておりますまずはじめに私の簡単な自己紹介をさせていただきますその後に今回私が発表する作品の説明をさせていただきまして最後にまとめを述べさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします それではまずはじめに私の簡単な自己紹介をさせていただきます。先ほど紹介いただいた通り、私の名前は竹下亮と申します。出身地は和歌山県、その中でも和歌山県の岩出市という和歌山県の上の方の地域で育ちました。そこで昔からずっとみかんを食べながら育ってきました。昔から好きだったこみかんのほかにもう一つ好きなことがありまして、それが絵を描くことです。昔から絵を描くことが好きだった私は、大学に進むときに、 デザインを学びたいいと強く思いましたただそれだけではなくてもう一つ情報技術も学びたいと考えておりましたそれは高校生の時に家にパソコンが来て初めてインターネットに触れましたそのインターネットに魅了されて今後必ずこの情報技術が必要になってくると考えて私はデザイン好きなデザインが学べるかつ必要だと思う情報技術が学べる大学として和歌山大学に入学しました この和歌山大学で私は大きく3つのことを学んでいます。1つ目がデザインです。ただデザインといっても、例えば油絵だったり水彩画のような芸術的なデザインではなくて、どちらかというと工学,工業より工学的よりな、例えばどういうふうにモノ、ボタンを配置したらユーザーは使いやすいのか、ユーザーを迷わずにそのアプリを使うことができるのかといったユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンスについて学んでいます。そしてもう1つが情報技術です。 授業でもプログラミングなどの技術は学んでいるんですけれども、その他に大学の2回生の頃から和歌山にあるインターネットのサービスを運営している企業にバイトとして入らせていただきまして、約4年間サービスの開発業務に携わらせていただいております。そして最後がデータマイニングです。このようにインターネットの企業で働かせていただいていると、本当に多くのデータを見ることがあります。そここで私はこのデータをもっと分析すれば さらにこの中から価値のあるものを見いせるのではないかと考えまして、3回生の頃にデータマイニングに興味を持ち、卒業研究、修士研究ともにデータマイニングを学んでおります。このデザイン、情報技術、データマイニング、この3つが私が大学で学んできたことです。そして今回、この IHR では、この3つの技術を組み合わせて、人々が安心・安全に使えるツールを制作しました。それが今回を紹介させていただく見守りボックスです。 少々前置きが長くなりましたが作品の説明に入らせていただきますこの見守りボックスは一人暮らしの高齢者の方が安心して暮らせる環境を提供するシステムです詳しい内容を話す前になぜ今回私が一人暮らしの高齢者というターゲットに目をつけたか話させていただきたいと思います少々暗い話になって申し訳ないんですけれども今年の初めの方に私の親戚の方が病で倒れました それは正月のことで、えー、家族と一緒にご飯を食べていると、えー、電話で、父親の電話でちょっと、ずっと昔からよくしてくれていた親戚の方、もう80ぐらいの方なんですけども、その方が脳梗塞で倒れたと連絡が来ましたただ、その不幸,不幸中、まあ、幸いと言っていいのか分かりませんですけども、よかったのは、その親戚の方が家族と一緒に住んでいたことです。それによって、倒れたときにすぐ発見され、すぐ治療を受けることができました。 この聞いた私は、そのことに安心した一方で、もしこれがその親戚の方が1人暮らしで、1人暮らしだったらば、いつ誰にその倒れたことを発見されたかということを考えました。そこで私は、1人暮らしの高齢者の方に何か問題があったときに、周りの人が誰か何か気づけるようなシステムを提供したと考えました。次にこちらを見ていただきたいと思います。こちらは1人暮らしの高齢者の方の推移です。1980年からこの2010年にかけて約5倍の数になっています。 これは単純に人口が増加したから相対的に増えているのではなくて、このパーセント全体の占める割合も増えてきています。これによって大きく2つの課題が挙げられると私は考えています。1つが1人暮らしの高齢者の方が倒れてしまったときに、周りの方が気づきにくいということです。そしてもう1つは、高齢者の方が処方された薬を飲み忘れてしまい、症状が悪化してしまうといった問題です。私はこの2つのつ問題に対して 薬箱とセンサーを組み合わせることでこの課題を解決しようと考えました。具体的な内容について説明させていただきます。今回のメモリボックスは大きく2つの要素から成り立っています。1つはセンサーを備えた薬箱と、もう1つがアプリケーションです。この薬箱の薬箱の方は高齢者の方に使っていただき、アプリケーションは家族であったり医者の方に使っていただきます。大きな流れとしましては、この高齢者の方が薬箱から、 薬を取り出すすとセンンサーーがが反応して家族ののアプリケーションの方に通知が届きますただ、このとき、単純に通知が届くわけではなくて、その間にセンサーに組み込まれた人工知能が、いつ薬,箱薬が取り出されたか、そこから次に薬が取り出されるのは大体いつごろかということを予測します。そして、この予告時刻に正しく高齢者の方が薬を取り出して飲んだかどうかを判定し、もしの予定時刻に飲まれなかった場合、 何か高齢者の方に問題があって飲めないのではないかといったことを家族や医者の方に通知を行いますこちらは簡単な概要です次に簡単に動画で紹介させていただきます アプリを起動しますと、まずメイン画面に飛びます。今回は医者の方が使うことを想定し,ましていて、ここに患者のリストが表示されています。この患者のリストを選択するとメイン画面が表示されます。この画面では患者のプロフィールであったり、薬の使用状況について確認することができます。この緑のアイコンが正しく薬を服用できたということを表しておりまして、その下にいつ服用したのかが書かれています。その横の灰色は今後、薬を読む予定であることを表してまして、真ん中が1時間後に飲む。 書かれていますそこで、この薬箱から薬を取り出すと、映像のように真ん中の方に色がつきます。そして、その時刻からまた機械学習が計算し、次にいつ薬を飲,んだ飲むのかを表示します。これが1つの機能です。もう1つが患者が予定時刻になっても正しく薬を飲めない状態になった場合のことです。予定時刻になっても薬が飲まれない場合、このように何々さんが薬を飲んでいませんというふうに警告が届きます。そしてこれを開くと このように、予定の場所に赤い印がついて、飲んでいないということが表示されます。このことにより、何かこの患者さんが薬を飲めない状況にあるということを知ることができ、下の緑の電話のボタンを押すことで、すぐさまその人に確認の電話を取ることができます。これでって大丈夫ですか、何か問題ありませんかといったふうな確認を取ります。以上が簡単な流れになります。 私はこの見守りボックスによって大きく2つのメリットがあると考えています。1つは通知機能によって高齢者の方に何か異変があったときにすぐ気づけるということです。もう1つが薬を正しく服用,できているか服用できているか確認することができるということです。いつ何回薬を飲んだかということが確認できるので患者の方が正しく薬を服用できているかといったことを確認できます。 この二つのメリットによって私は一人暮らしの高齢者の方が安心して安全に暮らせる環境を提供できると考えております最後にまとめさせていただきます先ほど冒頭に説明させていただいた通り近年高齢者の一人暮らしの方の数が増えてきていますそれによって高齢者が倒れたときに周りが気づくことができないであったり薬を正しく飲んでいるか確認できないといったことが問題が起こってきています こういった社会において、何かしら高齢者の方に何か問題が起こったときに、僕たちや周りの方が気づけるような仕組みが必要だと強く考えております。今回、私が紹介させていただいたこの見守りボックスは、こういった問題に対して何か解決できる一つのアプローチであると考えています。そして、この見守りボックスを使うことで、1人暮らしの高齢者の方が、そして周りの方が安心して安全に暮らせるような環境を提供できるツール、システムであると考えています。 以上になりますありがとうございましたありがとうございましたそれでは質疑応答の時間に移りたいと思います質問のある方は挙手をお願いいたします <laughs> 機械学習を使われているってことなんですけれども、はい、どこを ら辺にその機械学習の必要性っまあ普通薬って等間隔で1日にとかそういう感じで処方されると思うんですけど最初考えていたのは本当にアプリの方でこの薬を何時から何時までの間に飲むということを設定するって考えていましたただこうより早く飲んでいないっていう状況に気づけるようにその個人個人になった時間帯っていうものをアプリケーション ことで、会社だったので、今回人工知能という機械学習という選択をさせていただきました。個人個人、ではユーザー患者ごとの薬を飲む時間帯のことです。ああ、なるほど。はい。あとですね、あの、なだろう。飲み忘れたというか、その薬が一種類だったら、多分あれでいいと思うんですけど、複数種類になったときに、その管理の仕方って。どういうふうに考えているんでしょうか。えっと、現在、そのセンサーを。 あすいません薬を飲んだか判定するのに、単純に光センサーだけでやっておりまして、これだけでは、どの薬、複数の管理だったり、どの薬が飲まれたかって判定はできないと思っています。ただ、その対策として重さ、その錠剤の重さであったり、重量を使うことで、少しは数であったり、種類を判別できるのではないかと考えております。なるほど分かり、はい、りまりまままししたたああががととううごござざいいす 他に質問がある方はいらっしゃいますか。えっと、先ほどのパネルディスカッションをちょっと踏まえて、いしちょっと意地悪な質問を思いついちゃってなんですけど、はい、あのこれ導入を決定する人がどっかにいると思うんですよ。はい。 でえっと、今、想像している範囲でこう考えてみるとお医者さんが、えっと、うちの病院の患者さんに導入しようって決定すると思うんですね。はい、でその時にえっに、と、お医者さんはどんなメリットを感じて、えっと、導入すると思いますかっていう視点がちょっとと聞きたたいいなと思いまし一つ考えていたのがそのお医者さんの本を一人暮らしの高齢者に関する 医者の方の本を読んだんですけれども、そのときの問題点として、医者の方で病院の問題点なんですけれども、医,医者の方が患者としてきた高齢者の方に対して薬を提供する、そしてその後はサポートするまでの余裕がないということで、ちゃんと確認できない、1つの自治体の方はわざわざその医者の高齢者の方の,方の家まで行って、ちょっと飲んでますかっと確認を取っているということを見ました。う かなと考えています、えー。そういうなんか背景が知れてよかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、といったところで、質問の時間を区切りたいと思います。以上で竹の下亮さんの発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。